速度論的光学分割、または、キネティックレゾリューションとは、不正合成や、光学分割の手法の一つ。一組のエナンチオマーのそれぞれで、反応速度が異なる不正反応を利用し、反応性の低い方のエナンチオマーを未反応のままで、残す手法。残るエナンチオマーの共造体過剰率は、反応が進行するに従い上がっていくが、反応が完全に進行すると、 質自体が消失してしてまう速度論的工学分割の概念は有機化学の中でも古くより用いられてきた。しかし古典的な速度論的工学分割法は他の手法で置き換えられつつある。速度論的工学分割は1899年にマーカルドとマッケンジーによって最初に観察された。彼らはマンデルさんのせみたいを光学活性な。 マイナスメントールとエステル化させて、ジアステレオマーのエステルを得る反応で、速度論的光学分割を観測した。この反応では、R 体、S 体のマンデル酸のうち R 体が、より速い速度で引くメントールとエステルを作った。そのため、反応を途中で止めたとき、未反応のマンデルさんには、S 体が R 体よりも多く残っていた。 そしてその時生じているエステルを取り出し加水、分解した成分にはマンデル酸の R 体がより多く含まれていた。エステル化が完全に進行した段階では、生成物は再び1、1のジアステレオマー混合物となる。ありがとうございます。